さあ続いて敗者が決勝、健康ランド VS ラグネル。お寿司さん実況する？え？さあここはどうすか、お寿司実況やっときません？お寿司杯一戦だけ開催しますか？風穴広島に開けてくださいよ。ああ、皆さんおはようございます。改めましておはようございます皆さん。じゃあ行きましょう、敗者側決勝、敗者側決勝でーす。皆さん元気ですか？じゃあってもっと行きましょう。じゃあやりましょうか。はい、ですね、ケンコランドギリバーサスラグネルでございます。ヤンさんはベオメンタとゼロジュースタンスをデータに伝えますか？ギリがゼロジュースタンスと自分のメインを信じると、まあ、両方メインだと思うんですけれども、ここからなんですけどね、 25% を使う下に投げます。空中後ろ、ベッケンを見て空中後ろを選択していきますと、ラグネルさんのペースですね。下強からのフリップで蹴り飛ばしていくと、蹴り飛ばしが非常に強いんですよ。ガードをすぐに引っ掛けてそういうことをすると蹴られるんですよね。バナナを着地にかぶせていきますと、ちょっと待って、横振りでギリギリですね。なんていうんですか、横振り多分わからないですよね。バナナを投げます。現代のバナナでございます。え、何、横強うますぎ、渋すぎ、この男ラグネルでございます。え、投げます、見ております、打ち返しを見ております。完璧でございます。ここは79対79、気がついたら完全にゴールで、すがちょっとずつ健康ランさんがスピードを広げていきます。 101%、 そろそろですよね。下距離からの完璧なし、完璧な連覇のことでいいでしょう。配信前脅威らしい。え、まずは目にかけてるすごい気にした。じゃあ俺配信あと、試合はまだまだ動く気配がちょっとずつ現れました。上にずらしております。未来を見ております。この男はラグネル、この男ラグネルでございます。空中ニュータルで降りてきますと、バレルで上がっていく。簡単に上がらせたくなかったでしょう。上がらせてしまうビリーを、難しい、うますぎる。下スマッシュの当てる位置も把握して空中後ろを選んでいきます。 124% でポカポカ補正をまとった2ストック目でございます。空中後ろを当てるともう少しいるんじゃないでしょうか。ゼブスサムスが当たったら、なのでリリーガーとしてはまずは1ストックバーストしていきたいところなんじゃないでしょうか。バナナを取って空中まで暴れますと、まあ、着地を見ておりますね。着地を見て上スマッシュ逃しませんと 11%、 全然まだまだ五分と言っていいですね。逃しませんね。ここまで来る二人はもう逃さないでしょう。掴みます、上に投げます、空中後ろ、すごい体勢ですよね。本当に上手です。ザク三段もめくっております。防御もしっかり、空中前、空中上、空中上、めちゃくちゃ繋がっております。効果的コンボでございます。ここまで掴んで投げて下強、着地には下強、ガードされても回避されても下強、それぐらい強いんですよねこの技。空中上が2発入ります。空中が2発入ります。どういう感じ、どういう感じ、横火にフリップ蹴っていきます。とがめたいんですけれども、DA は若干届きません。出し声届きません。バナナで転げていきます。さあ、本当に五分の一進一退の攻防でございます。バナナを投げて掴んで、上に投げて空中しろと、もうお手本のようなコンボを参考にしていただきたい。空中ニューターじゃなくて、横火に蹴っていきます。さあ、ケンクラノさんの若干ペースなんですけれども、ここからのバーストレスにどちらに具があるかといったら、やはりディリーコンカはケンクラノさんが若干ペースを握っているんじゃないでしょうか。さあ、バナナを引いて振り返して前に投げて、打ち返しをつかみたかって、ここで空中後ろを添えてきますと、さあ、帰ってこれるんでしょうかね。帰らせませんと、鮮やかすぎる空中後ろ、近くなった、鮮やかすぎる空中後ろでございます。ラグネルさんが1本取っていきます。さ、簡単にはいかないですよね。簡単にはいかないですよね。ここから返していきたいです。この大会の特徴として、カウンターステージは自由に選べますので、終点も選べるんですよね。DD コンプの強いステージである。ゼロスーツサムスがやっぱり弱くなってしまうステージの、BGM 変えませんじゃなくて、そろそろじゃなくて、終点を選べるんですよね。終点の BGM を。
さんの感じでちょっと休憩しますか。はい、高でございます。行きましょう。選ばれたのは終点でございます。かっこいい背景ですね。太陽と地球が近づいてくるところがかっこいいと思います。さあ行きましょう。まあ、掴んで前投げ 10% 一段で抜けたのでちょっと安いですね。踏み打ち後ろとナイスコンボでございます。さあここでなんですよ。リリーコンビとしてはやっぱり地についてしっかりと読み合いを自分のリードで進めていきたい、そんな感じですね。横強下シフト渋すぎると、D の姿勢が低いんで下シフト選んでないですか、渋すぎる。まずは掴みますとバナナを手に取ります。空中後ろ掴んでいきたい、掴ませない。掴んだのは逆にラグネルさんでございます。さあ崖に追い出して、崖に追いやってバナナが降ってくると、これは予想外でございます。横強渋すぎ、横強が攻撃の防御にもなんかこういい感じのアクセントなんですよね。いい感じに違いでくれます。空中後ろと今すぎる、ビリビリ狙っていくのはバーストでございます。前に上に投げて空中前と、空中入射で降りてきて横強を空中後ろで返していきます。またもやこの2人ボムの展開が非常に上手すぎる。そこから上にコンボをつないでいくと、上手すぎる。空中上からの横上 B を狙っていったんですが、あーいびき届きませんと、空中入射で降りてきて崖に追いやります。さあ登らせてしまいました。登らせてくるとリリーに分があると思います。私は前に投げます、バナナを投げますと、バナナを投げてフリープキックを蹴っていきます。ビリビリとビリビリしっかりガードした。今日からの掴みは届かない、ダッシュが抜けています。弱上 B の後突きをしっかりと上スマッシュホールドで勝っていきます。ケンコラナさんが終点ではリードを保つ展開となってきました。リリーで掴みますと空中前、外に追いやりたいがための空中前でもないでしょうか。空中まで暴れてきます、蹴っていきます。どこまでも暴れていくと、掴みたいバナナを掴んで前に投げると、下強でガードの上から下強振ってもなかなか難しいですよね。反対掴んでいく、うますぎる空中後ろ、まずは投げますと。さあここで空中後ろの差し返しが決まっていきます。さあまだまだ分からないでしょう。 45% ゼロスサムスのこのパーセントっていうのはいわゆる武器なんですよね。武器なんですよね、ゼロスーツサムスのホカホカ補正っていうのは。リリーコングはホカホカ補正の恩恵を受けにくいですが、スタンダードに強いキャラクターですよね。しっかり展開を重視したまま勝っていきたい、そんな感じでございます。前に投げますと、フリップキックで蹴っていって空中前とつながっております。どこまでもつながっております。空中前ね、上がってきますと、上がらせて空中に打たれる、空中へ2発目届きませんと。ここからなんですよね、ダッシュへ攻撃通過してしまう。さあもう一発ダッシュへ攻撃、どこまでも強気でございます。空中に打たれるから空中前、コンボをここまで来てミスらないので、お互い火力の取り合いになっております。 80%vs84%、 もうすぐ試合の終盤でございますね。どういうこと、うますぎる、指届きませんと、ここで一球死にしていましたね。危なかった、ヒヤッとしましたが難なく返ってきますと。危なかったですが、空中前が強すぎる、空中前が強すぎます。下球届きませんと、空中に打たれるには本当に強いんですよ、ゼロスサムスの。ガードされてもなかなか反撃が取りにくいと。見ております、ここを見ておりました。見ていたのはジャンプ上がりでございます。はい、していくケンコラのディギーが1本返していって1対1でございますと、そんな感じでございます。広島 9.5 回敗者側決勝ですか。ここで勝った方が敗者側優勝で、僕と当たると、もうどっちが来てもいいですね、かかってきてください。プランドと選ばれたのはプランドでございます。のどかなプランドですが、ゼロスサムスの悪魔のステージでございます。さあ見ていきましょう、3戦目ここなんですよね。まずは台を経由した即死コンボが非常に怖い、しっかりとケアしていきたいですね。空中から差し込んで空中前につなげていくと。さあ序盤の展開を取ったのは健康ランさんのリリーでございます。 38%、 まあ誤差ですよね。 38% といっても横 B のフリップ49と、だいたい 60% のビハインドですね。これは結構大きいですよね。 70% になってくると、もうこの試合はリリーコンが有利に進めれると、そう、こういう読み合いが通るんですよね。ガンガンいくと 91% まで追いかけてきますと、
ここで 91% で返していきたいんですが、ゼロツーツサンプスは絶対に諦めません。即死コンボがあるので絶対に諦めません。そうなんですよね。クリップキックをしっかりガードしていく。そういえば未だにまだ 0% ですね。 0% ではさすがに入らないと思われるので、ちょっとだけ火力を稼いでいきたいのがゼロツーツサンプス側でございますと。空中後ろ見ております。完璧。登ってくるピーナッツが飛んでくる。全部避けますと。さあ、このステップがいやらしいですね。空中前横ビーフリップ、完璧な着地狩りでございます。崖に追いやっていくと。崖に追いやっていきまして、崖に追いやっていきまして、そっちから復帰。ゼロツーツサンプス着地狩りを避けるタクが非常に多いんですよね。バナナを掴んでいきます。バナナを掴んで、そっからのコンボの派生は上スマッシュ。 4% でリードを広げていきます。健康ランさんに。まだまだわからないんですよね。これがスマッシュブラザーズなんで、まだまだわからないんですよ。 28%。 まだまだ怪しいですね。ほかほか補正がなくなったゼロツーツサンプスはちょっとだけおとなしい女の子でございます。空中へ2発、空中へ、空中へ届きませんと。サルが登ってきます。投げます、外に投げます。おそらくミス。バナナをまずは転ばして、掴んで掴んで空中後ろ2発と掴んで前に投げます。オーマイガー、あ、言っとくか。バナナをまずは掴んでおりますと。クリープキックで崩していきたいところなんですが、ラグネルさんはここでとりあえず差し返して空中へのコンボに派生していきたい、そんな感じなんじゃないでしょうか。うますぎる、見ております。ですが邪悪の暴れが変わってしまうと。 55% 対 52%、着々と追い上げているのがラグネルさん、ゼロ3でございます。空中へがめちゃくちゃ高速力が高いと。高いですよね。 78%、 そろそろ危ないんじゃないでしょうか。パーセントをどんどん追っかけていきます。グラップでしょう、間違いなく。空中前受け身を呼んで、掴みを置いておきます。空中潮の拒否が完璧。空中潮の拒否が非常に強いですね。下強からの掴みはミスらないと。これが留意に試合を進めるディディコングのペースでございます。しっかりと基本的なことをやっていけば、どんどんディディコングのペースになっていくと思います。ですがそこにぶっ壊していくのがゼロツーツサムスなんですよね。さあ、ピーナッツをどんどん巻いて、どんどん巻いていきます。ピーナッツを巻いて、バナナからの上スマッシュ。最後はこれでございます。バナナからの上スマッシュ。勝ったのは健康ラン選手。僕はあっちに行きます。はい。